レバナスシュで銃を手に入れるレバナッチ投資家一木です本日もよろしくお願いいたしますさあ絶対に負けない取引って言うなといつもねえ言われますがねえ理由を誰も教えてくれないと 理由を教えてくれということでね。いやー、いつさん、絶対にっていうことは世の中にはないからってね、ごまかすんですけれど。いや、だから、絶対に私が負けないと説明してるんですから、それに対して、いや、ここが間違ってますよと、ここが違いますよというのをね、教えてほしいということになっております。まあ、オセロでも何でもそうなんですけれどね、初め負けていても、ゲームが終わった時に、 全面をね、白の方が多ければ白の勝ちということでね、途中経過で黒が勝っていたとしてもね、ゲーム終了の時点で白がね、どんでん返ししていればいいだけの話と、トータルリターンがどれだけマイナスついたとしても、実現損益でマイナスさえつかなければ、 それは負けではないと。実現損益でプラスになるのかマイナスになるのか。これが勝負の決着がついた時ということになりますのでね。まあ、この大前提がある中で、絶対に負けない取引はなぜ成立していくのかということをね、最近見ていただいている方にご説明させていただきたいと思います。それでは、スタートです。ボぼ、ぼ 僕らは逆イールド観察隊アメリカ観測史上最大の逆イールドが発生しております。これは日々更新していってるんですけれど、おそらく今年の後半、もしくは来年にならないと、この逆イールドっていうのが解消されないと思われます。この逆イールドが長ければ長いほどアメリカはリセッション入り、そして株価の下落が始まると言われております。株価の下落が始まってから慌ててもしょうがないと。 普通暴落がいつ来るか分からないということになるんですけれども、えー、逆イールド解消後に暴落が来ると分かってるんだったら対策しようじゃないかということで、メンバーシップの方を立ち上げまして、メンバーシップ会員さんと共にね、転ばぬ先の杖活動をしております。ご賛同していただける方のみメンバーシップお待ちしております。アンチは来なくていいですよと。 40歳から60歳世代が失敗しない NISA 投資、クレカとパタや食とホテルというチャンネルの方も配信しております。これは NISA とかアメリカの株式で儲けてロゴ、旅とかグルメで人生を満喫していこうと、人生を満喫するためにはクレカの二人特典も必要だというチャンネルになっております。こちらの方もチャンネル登録お待ちしております。 正しい知識、レバレッジ ETF の分配金がどこから出てくるのかと。このレバレッジ型 ETF 商品っていうのは短期公社債やコールローン、こちらの方を組み入れて運営されております。ここのね、コールローンなどから利息が発生すれば分配金に回ってくると。利息が発生しなければ分配金はなしということになっております。分配金が出たときはああ、運営会社さんがしっかりと運営して利息をバンバン稼いでくれたからあるんだなということで、あり がたいと思って素直にねもらうのがレバレッジ ETF の特権ということになってますキャピタル狙ったらインカムもついてきたということですね さあ、絶対に負けない取引っていつも言うなって言われるんですよね。えー、誰も理由を教えてくれないと。いや、伊さん、世の中には絶対がないからしか言わないんですよね。いや、じゃなくて理由を教えてくれということになります、えー。絶対に負けない取引とはということでね、まず大前提っていうのがあるわけですよね。アメリカの株式 S&P500 とか999とかの5つセレクション商品っていうのは、長期で見れば必ず右肩上がりなんですよね。えー、こちら999の チャートになっておりますけれども、まあ見ていただいたら分かるようにね、右肩上がりになっているわけですよ。そしてこちらの方は QLD という、ね、ことになってまして、999に2倍のレバレッジがかかっている商品になってます。まあ若干低減しているかなというところはありますけれど、999がさらに最高値を更新していただきますと、こちらの方も高値の方を更新していくということになります。もちろん皆さん大好き S&P500 ですね。 こちら SPY になってますけれど、こちらも長期間で見れば右肩上がりという、ね、商品になります。ということは、 どのポジションで購入したとしても、そのままね、10年、15年放っておけば、アメリカの株式っていうのは S&P500 とか999とか QLD も最高値を更新していくものだから、負けるわけがないというね、大前提になってくるわけなんですよね。要は、絶対に負けない取引って言うなっていう人たちっていうのは、このね、S&P500 長期積み立て理論を覆すのかということなんですよね。皆さん何のために S&P500 を積み立ててるんですかということで、安心 新安定で長期間で見れば必ずね、見え方上がりになっていくからじゃないんですかと。S&P500、15年以上保有すれば負けない願望もほとんどしないと言われておりますよねと。過去の積み重ねが未来なのだから、S、S&P500、長期積み立て理論を狂く覆す,す理由にはならないですよねと。ですから、この S&P500 ね、15年以上持っていれば負けないという、ね、ようにデータの方が出ております。で、未来のことは分からないからね、えー、絶対に負けないというなんていう。 んですけれど、いやいや、過去の積み重ねが未来なんですから、S&P500 長期積み立て理論を覆す理由にはなりませんよねと、過去は過去、未来は何が起こるかわからないからなんてね、言われたとしても、このね、S&P500 長期積み立て理論があるからこそ、皆さん安心してね、アメリカの株式 S&P500999 ファングプラスなどに投資をしているわけですよね。万が一元本割れしても追加購入して保有すれば株価は回復するのだから、資産も回復する,復する。 とということですよね。えー、万が一 S&P515 年以上持っていて元本割れしたとしても、その元本割れしたところで追加購入すればいいだけですよね。すでに S&P515 年以上持っていれば、 え、元本割れした時に入金するお金なんていうのはね、手元にあるはずですから、ということになります。え、このね、下落したらスポット購入を繰り返すというね、え、理論。え、これはレバレッジ商品にも当てはまっていきますよと、レバナンスや速度などということですね。下落で低減しても上昇で低増するということで、え、切り抜く期間でレバレッジ商品が負けてると錯覚するだけで、しっかりと高値更新しているということでね。まあ、若干切り抜いている期間は違うんですけれど、999の全 期間を調べてみました、えー、こちらの方は705.19%上昇と、えー。ということは、QLD2 倍のレバレッジがかかっている商品だったら1400%になっていればいいということですよね。ですけれど、実際に QLD の全期間を見てみますと、3545.91%上昇ということでね、えー、本来だったら1400%上昇で2倍ということになります。えー、2倍以上上昇しているということは、えー、どういうことかというと、低増して ということですね。あの低減している期間が長いとかっていう人いますけれど、逆なんですよね。アメリカの こうやってね、データをね、しっかりとで、ね、見ていきますと、えー、増造している期間が長いからこそね、保証率になっていると。元指数の方は705%なのにというところがね、あるんです。これをしっかりとね、理解しておいた方がいいですね。アメリカの株式低減ばっかりしてるってね、えー、なんかレバレッジ商品を目の敵にするアンチたちがいつも言ってきますけれどね、皆さんちゃんとね、見てるのかなというふうにね、思うわけですよね。えー、しっかりと999に対して QLD は2倍以上になっていると。2倍になってるんじゃなくてね、 2倍以上になっているここれが低増ということうですねさあ SOXL、えー、こちら2022年90%下落をしております約ですけれどねですけれど、えー、ここから、えー、高値更新してからね、えー、また90%下落したとしても2022年の SOXL を下回ることはないということですね。 で、高値更新する前に90%下落が来たらどうするんだと、負けているじゃないかというかもしれませんけれど、いやいや、そうやって追加購入の絶好のチャンスでしょうということで、追加購入すれば負けないと。利益は必ず出るということですよね。現物の株式取引においての最大の恩恵っていうのは、お衣装ロスカットが発生しないことですよね。下落してもポジションはなくならないと。 この恩恵をフルに使えば負けるはずがないのだと、いつきセレクト商品のみということですね。まあ、S、S&P500, 999, ファングプラス、レムナス、ソクルなどがね、負けるわけがないんですよね。唯一の負けは自身が損切りすることと、だから私は損切りは絶対しないですよという話をしております。損切りしなければ負けないんですよと。さあ、こう言うとね、アンチは殿下の宝刀を抜いてくるということになります。ちなみにね、殿下の宝刀って言ったらね、抜いた時点で負けなんですよね。殿下の宝刀 というのは、ほら、抜くぞ、抜くぞと見せて相手をビビらせるというためだけのものであって、実際に抜いたらね、中身は竹水ということもね、あると。で、アンチが言ってくるのは基本竹水ということになります。その殿下の宝刀っていうのが繰り上げ召喚です。いやそんなん言うてても繰り上げ召喚したら負けじゃないかというね、人がいるんですけれど、これはチャートしか見ない人のスローということになってきます。えー、なぜかと言いますと、 私が、この現物のアメリカの株式の取引の中でね、最強にボラ率があるのは SOXL だと思うわけですよね。要は、リスクが高い商品ということで、ナンバーワン商品ですね。リスクの高さということで。リスクの高いというのは、株式の上げ下げの幅のことを言います。そのね、SOXL、ボラ率、キングの SOXL の人資産総額っていうのは、今の段階で1.5兆円に到達しているというわけなんですよね。よくよく考えてみてください。 償還が来る償還が来る繰り上げ償還が来ると言っている人たちがいるんですけれどえ運営会社さんというのはどこからお金儲けてるんですかって SOEXL の1.5兆円の中から手数料をもらってるんじゃないんですかとそうすると DPST なんていうのは940億円しかないわけですよねそこから1.01%の手数料をもらっていると SOEXL は0.96の手数料を1.5兆円からもらっているとえどちらの方が運営会社さん さんに、ね、もたらす利益が大きいんですかということで考えれば SOXL が大きいに決まってるわけですよね。えー運営会社さんの ドル箱、稼ぎ頭のね、商品をなんで召喚してくるんだということで、儲からない商品、要は、純資産総額がね、100億円もなくて、10億円とか20億円ぐらいしか集まってなくて、ああ、運営してても大して手数料儲からへんなと、その割にはね、めんどくさい、やることは一緒だなということで召喚してくるわけですね。儲かってる商品を潰すわけがないと。 そして、これは今、純資産総額の話をしてますけれど、SOXL っていうのは、出来高の方も、毎日ね、ものすごく大きい出来高があります。QLD なんて足元にも及ぼない SOXL の出来高があります。出来高があればあるほどね、 証券会社さんっていうのは手数料を抜けるということになりますので、運営会社さんから見ても、証券会社さんから見ても、ドル箱なわけですよね。SOXL っていう商品は、なんでそれを償還してくるんだということでね、チャートしか見てない株価だけが下がっていくから償還するなんて思ってる人はね、この現実をしっかりと理解した方がいいですね。もう一つの現実。 ということで、アイフリーレベレッジナスダック100、ダイワレバナスです。こちら2022年に株価が64%下落したときに、レバナスが償還されると言っていた人たちがいるわけですね。アンチですね。アンチの言い分はこうです。株価が下がります。そうすると、純資産総額も下がっていきます。口数の方もそれに伴って下がっていって、ダイワレバナスは30億口だったと思うんですけれど、下回ったら償還というふうに、目論み 一緒にいいててますすよよととうこでで言ってきたわけなんですよねそして実際に64%下落が来た2022年はどうだったのかというともちろん株価が下がっていきます純資産総額が下がっていきますここまでは一緒だったんですよねでアンチの人たちはこの後口数も減っていくというふうに言っていたんですけれどもいやいや実は増えたんですよということでね口数レバナンスの基準価格が下がっていけばいくほどね買い増ししてくれる人たちが大勢現 割れていきまして純資産総額は株価が減ってますので下がってきましたけれどレバナスの口数は逆に増えていたということがありましたこれによりまして口数は下落が来ても減らないというのを過去が償還を否定しているということになりますのでまあ、どちらの側面から見てもね SOXL とか、レバナス。まあ、これだけ純資産総額を集めているね、商品が召喚されるなんていうことはね、ないわけですよね。これをね、しっかりと理解できているのかどうかということでね、未来は何が起こるかわからない。だから絶対じゃないなんていうことを言ってごまかすのではなくてね、しっかりと理由を教えてくれと。唯一の負けは己自身が損切りするのみと。いつきは損切りしないので負けないというわけですね。さあ、今説明した内容を一つ一つ論破していってくれ。 とですから、SOXL が償還来るって言われてるんだったら、純資産総額1.5兆円あって、そこから手数料をガンガンと稼げている運営会社さんが、なんで SOXL を償還するんだということを教えてほしいということと、あとはレバナンスの口数もそうですよね、株価が下がり、純資産総額が下がっても、口数は増え続けていったと、この現実があるのになんで償還するんだということですね。そしててアメリカのの株式っいいううは長期でで見れば必ず右肩上がりということこ 次商品セレクトのみと。えー、ということは、どこのポジションで持っていたとしても、そのうちプラテンにしていくということですよね。あえー、それはもう S&P500 から脈々と受け継がれていることで、S&P500 から999ファングプラエットを受け継がれて、えー、そしてそれはレベレッジ商品にも当てはまっていくと。レベレッジ商品の方は若干低減というのがありますので、下落した時にしっかりとスポット購入さえしていれば大丈夫というね、えー、この理論、えー。なんでこれで負けるんだということでね、さあ、えー、アンチの人たちは何 何とと、答えてくれるのかといや、絶対に負けない。世の中にはね、絶対っていう言葉はありえないから、以外の説明を受けたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。